ブライアン・ディ・チェーンはアメリカ合衆国出身の俳優である。2004年から NCIS でジミー・パーマー博士役を演じている。2012年、同番組の第10シーズンの冒頭でシリーズレギュラーに昇格した。ディ・チェーンはイリノイ州バリントンで生まれたが幼少期にコロラド州に移住した。最初は小学校の演劇で演技を始めた。その後、 コロラド大学ボルダー校の美術学士課程で演劇を学び、文学志望を取得して卒業した。コロラドシェイクスピアフェスティバルに2年間参加した。エクウスやゴドを待ちながら、セームタイムネクストイヤーなどの現代演劇作品を上演したことで、ユーロップ助成金を受け、クリエイティブアートにおける卓越した功績を称えられる。近年では、ロサンゼルスに移り住み、 WB シリーズ、マイガイドツービカミング、A ロックスターに、レギュラーとして出演した。また、LA では、ハドソンステージで上演された二人芝居、ザ・オルディスト満員賞ビズで、スティーブ・ラドニックと主演を務め、批評家から絶賛された。映画、フロム・ジャスティン・トゥ・ケリーに出演したほか、CBS の NCIS シリーズでは、第1シーズンのエピソード、 スプリットデシジョンから、剣士官の助手ジミー・パーマー医師役で、レギュラー出演している。2012から2013年シーズン10からは、オープニングクレジットにもディッツェンが登場するなど、注目のキャストとして活躍している。現在、ディッツェンは、妻のケリーと二人の子供と一緒に、ロサンゼルスに住んでいる。ありがとうございます。